んにちは、こんばんは、ゲル動画実行です。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。キラーファンタジア始めていきましょう。仲良し度アップ。はい。でも多分それだけ、これだけじゃないんですよね、プレイできるのは。そっか、先輩だもんな。はい。ですよね。うんうん。でも、あ、えへへ、あ、うへへ、そうなんですか？はい。ところでですね、なんと、ねえねえ、うへへ、なお、もう、おぼぼ、ぬふふ、はあ、うへへ、頭大丈夫か？でも。本当にいいですか？あ、はい。うへへ。朝のトレーニング気持ちいいわね。戻りました。よくできました。頑張ってるわね。任せて、行ってくるよ。教師として最善を尽くします。そうそう、張り切って行きましょう。チョキチョキ。大丈夫、怖くないよ。すごいです、尊敬です、天才です、憧れます。作品リストだったっけ。いや、図書館でまだやってないものってなかったっけ。あ、それはもうないんだ。メインクエストは残ってる。サマーナイトレディオ。夏といえばスイカだよね。新しい水着、ちょっと気合い入れすぎたかしら。
そんな。困ってますね。そうだな。だけど少しよろしいですか？いや、どうしましょう。ああ、そんな。どうして？あの、それなら、新しい水着。マジかよ。どうして？もう。ん？おひひひひひ。えへへ。うひひ。やったー！何がやったのか。あ、いいっすねー。どうした？え？怖い話はやめてーな。うん、え、ほんま？ほんと。どうしよう。どうしよう。泳ぎに行こうかしら。はい。困ったわ。だけど。いや、どういうことでしょう。変だね。うん。やばいな。少し泳ぎに行こうかしら。救護送。なんとかしないと。お救いしなければ。確信か。ですけど。泣いてる。そうだよな。
まり。ですが、あの、うん、どう思う？シャミ子妹だったかな。ああ、どうだろうか。そうだね。少し泳ぎに行こうかしら。お腹すいたな。準備はいい？お腹すいたな。消極的クエストやります。チアの時を思い出して。どうするかな。水属性が弱い。2つあるんですね。私もご一緒させてもらおう。うまくできるかな。どうかな、聞いたかな。で、壁役になってもらうしかないもんな。一気稼ぎに行く。これ今日突き立ち痛そう。落とさなきゃいけないよね。ヤフン、一回デバフかけられるか。守りもしっかりしなきゃ。外周一色、覚悟してもらうぞ。まだまだ。お願い、間に合って。必殺の一撃、ヤフン。ダンボールの壁、ヤフン。隙あり。スリルがありますね、この技なら。ちむちゃんやる。やっ、それ上手くいくといいんだけど。今は我慢の時だね。まだまだ平気です。やばいな。任せてください。じゃない、私から行きます。まだ待てず、滅ぼせない。さて、どう対処するのか。近づくやつはただじゃ置かない。やめて。耳動いた方が良かったな。ルンルン、ランランラン。少し待ってください。ここをこうして。できました。どうぞ。行くよ。さあ、トロピカルビッグウェーブ。すごいんだね。マジだな。79,000。勝ててよかったよ。早めにトールン投入した方がいいね、これ見たら。私もみんなの力。私もご一緒させてもらおう。攻撃は最大の防御。突き立ち痛そう。ヤフン、これはどうかな、効いたかな。
怪盗ランマを立つ。覚悟してもらうぞ。守りもしっかりしなきゃ。剣痕一滴。やめてー。心の壁。やめてー。スリルがありますね。緊張します。任せてください。防御力上がったはず。当たってください。ここか。平気です。 ですね。トールに変えよう。危ない、気をつけて。近づくやつはただじゃ置かない。みんなと一緒ならできるよ。守りもしっかりしなきゃ。十分。減ってきましたね。へい。一発でやる結局。付き合い。少しだけど手伝わせて。ちょっといけません。やっていいかな。行くよ。勝ててよかったよ。一つやれるんだったトールはたまったらいきなり攻撃しないといけないね。見込みが甘い。私もみんなの力になるよ。すみません、ありがとうございます。すっごく助かりました。確定チケットかな。行ってみましょう。何がするでしょう。小春日和にふさわしい方々をお迎えします。花山田違う。小春日和の大阪小春。どうも、小野坂小春だよ。よろしくね。ねえねえ、お料理って錬金術に似てない？うん。あ、ごめんなさい。すごかったです。次回も頑張ります。おはようございます。今日も頑張りましょう。これチケット集めないとダメなんですね。おはよう。用件は？
今のおすすめ。ラジオと交換できます。交渉成立。そしてあとは何もない。じゃあですね、裏メロチはちょっと足りないかも。交渉成立。専用美形を持っているキャラ5キャラに増えました。これは強化しないといけない。限定突破の場合進化素材が足りない。この辺もそうですね。んレベルが足りてれば強化できるんだ。やりました。で進化可能です。通過であれば進化成功。31日目ですね。今後のキャラデザのためにもしっかり目に焼き付けないと。そんなこと言ってアオッチ結構楽しんでたくせに。それは楽しまなきゃ身にならないし。いいの。それより忘れないうちにアイディアを形にしなきゃ。それじゃあ私は飲み物でも。あれ、キララちゃんだ。ネネさん、こんにちは。何をやってるんですか？ね、二人で遊んで休憩中ってどこかな。だから遊びじゃないって。私は今後の参考のために。そんなに言うならさ、書いてみてよ。え？せっかくだし、この世界にぴったりのキャラデザとかどう？どうって言われても。キャラデザですか？空手か。キャラデザってのはね、ゲーム、物語に出てくる人をデザインすることなんだ。なるほど、そういうお仕事があるんですね。うん、アオッチはそういうののプロだから。絵が強い。だから私はキャラデザは初めてで。初めて？キャラデザはね、やりたい人だったら誰でもできるお仕事じゃないんだよ。他の人のデザインよりも自分のがいいって認められなきゃ。
きゃいけないんだ。だからアオッチはこの世界を観察して今後のキャラデザの参考にしたいんだって。なるほど、楽しそうですけど大変なお仕事なんですね。私も青葉さんのキャラデザってどんなものか見てみたいです。そこまで言うんなら。できたけど。おお、もうできたんだ。どりどり。はあ、すごい、かわいいですね。すごいじゃん、アオチ。すごいけど。なんだろう。これじゃあまるっきりフェアリーズストーリーだよ。だよね。何がいけないんでしょう。もうあるものの真似になっちゃったっていうか、パッと見てわかるくらいのオリジナリティが欲しいなって。オリジナリティ。お二人が着ている服とかすっごく素敵だなって思いますけど、遠くから見ても青葉さんとネネさんだってわかりますし。そういえばこの服誰がデザインしたんだろう。こっち来たら服まで変わってたし、いろいろ謎だよね。まさか、この服のデザインもきっと誰かの努力でできているんだよ。デザインって本当に大変な仕事なんですね。はい、ゼロから作り出さなきゃならないので。ゼロからじゃなきゃいいの？おい、だったらキララちゃんの服装デザインとかしてみるってのはどう？え、私の？そんな簡単に言わないでよ。でも確かにモデルがいるとやりやすいかも。じゃあ決まりだね。今日の課題はキララちゃんの新衣装デザー。ちょっと待ってよ。やりやすいってだけで簡単なわけじゃないし。アオッチわがまま。じゃあどうすれば大丈夫なのさ。キララちゃんのことをもっとよく知れば。あ、ちゃんさ、こういうのはどう？何をひそひそ話されているんでしょうか。それじゃあキララちゃん。はい。衣装デザインの参考にキララちゃんの生活密着取材させてください。はい。すみません、ありがとう。惜しい。ということで、大人の階段登っちゃったかな。今回は幕間劇と超強敵クエストを中心に行っていました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。よろしければ見てください。説明欄にはキララファンタジアの今まで遊んだ動画プレイリストで URL 載せております。こちらもご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。